皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日はオンライン笠子塾受講者感想ということで、えー、藤田花さんにちょっと聞いてみたいと思います。えー、簡単に自己紹介をお願いします。はい。えっと、まず自己紹介させていただきます。女装とコスプレのメイクサロンをしている藤田花といいます。よろしくお願いします。 というわけでオンライン家族塾生はですね面白い職業の方も入っていただけるといいきなり女装とコスプレという感じですけど、はいえー、まずあの塾入入ろうと思った理由みたいなのは何だったんですかねうんと前から気にはなっていた塾をですね気にはなっていたんですけど、はい、ちょうどあの 会期がこのゼロ期が始まる直前に私自身がちょっと時間が取れる時間があったので自分のお仕事の,の SNS とかをちょっと見直そうかなとちょうど思ってたんですね。 であそろそろしようかなあれ1月ですね今回始まったの1月お正月明けぐらいにしようかなと思っていた時にちょうど塾が始まるということでそれであのプログラムとか見たらちょっと自分がやりたいことも入っていたので。 じゃあ自分で何からしようかとか決めてなかったんですよ。どういう順番でしょう <laughs> とにかくやろうかなっていうのは考えていてあれもこれもホームページとかツイッターとかあ気になるなと思ってたんですけどこれ自分でやるよりもこう誰かにアドバイスを受けながらやった方が多分プログラムも決まってたので順番が見せていただいて <laughs> あその方が多分早いなと思ってなるほどね申し込みました。 そうかネット発信時間があるからやろうじゃあ自分で一つホームページ、うん、じゃあツイッターじゃあなんかフェイスブックインスタとかやっていくよりもあこのプログラムに沿ってやってきゃちょうどいいじゃん<う>みたいなそうなんですよ漠然と何から始めようかからあの考えなきゃいけなかったので,で半年ぐらい多分か,かかっちゃうなと思っててうん、うん、あじゃあ,あの多分こう 言ってもらってプログラムのままやったほうが早いなと思ったんですよね。なるほどね。うん、実際にその受講してみてどうでしたそのプログラムの内容とか。実際にあの早かったです。多分半年以上かかるような内容だったので,で2ヶ月であの自分が思ってたよりもたくさんあの進めるというかできたのですごい良かったですね。やっぱその辺は プログラムにのっとってと締め切りがあるっていうところでねそうなんです。とりあえず順番にやっていけばいいなっていうのが分かったので,であの多かったですけどね宿題 <laughs> <laughs> 多かったですけどあのちょうどいい具合というかちょうどいい量でした。なるほど。なんかこう受講してあこれできてよかったなみたいなこととかありますか、えー、たくさんあるんですけど。 まず、やっぱ SNS 周りが私、ホームページとツイッターとインスタとかも今回見直したんですよね。あとブログも見直したので、はい、であのそれ、網羅してできることもあったので、よかったですね。そっか、結局、もしやるとしても、個別で、うん、じゃあ、インスタは誰々さんの講座、ブログロは誰々さん、ホームページは誰々頼んで、うん、みんな別個でやると、 まあ、もちろんそれはねやり方としていいんでしょうけどもだけどそこの関連性とかまた全部バラバラに進捗しなくちゃいけないとかっていうのは大変なのかもしんないですね。そう自分でやってると結構1個ずつやってたんですよね。ツイッターどうしようかなとか、うん、インスタの,あの運営どうしようかなみたいなので,、うん、で放置したりしてたんですけどそれを今回あの、うん、全部あの、まあ、戦略図っていうのがあったので。うんうん あの、どこに力入れてとか、それまでできたから、すごい良かったです、ね。なるほどね。うん、あとは、なんか、あれですかね、あの、ブログで感想も書いていただきましたけど、プロフィールができたのも良かったとかっていう話も。プロフィール、ずっとね、あの、なんか、立ち位置というか、私、あの、お店もやって。 っていてお客さんの前にも出たり出なかったりで発信どうしようかなんてずっと迷って決めれなかったところがあったんですよ。で今回プロフィール書いてそういうのがあのはっきりしたのであそこが多分つまずいてたんだなっていうのが分かりましたね、これまで。あなるほど、うん、なんかこうちょっと裏半分裏方だからそう全部出せないし<え>いなそこまでやる必要あるのかでも。 オーナーだから出る場面もあるし、うん、どこまで出してどこまで出さないのかみたいな自分を売り込む感じじゃないですもんねそうなんですその辺がちょっと出たり入ったりっていう感じだったので,こで今回プロフィールができたので,であれ元にしてあのちゃんとこう出せるというかうん、うん、出しやすく発信しやすくなりましたねあ、そしてしかもあれですもんね、うん 女装とコスプレとメイクをやってるっていうことと、うん、ご自身のプロフィールの整合性がすごいつきましたよね。そう,そうなんですよ、ね、いろいろ思い出しましたこれどうやって私最初仕事したのかなとか、うん、すごい思い出しましたね <laughs> きっかけというか。な,なんかやっぱね <laughs> 突然の商売じゃないですかなんていうか。 そうなんですよね。ねで初めね経歴見た限りだとこれ全然違うことやっててなんで結びつくんだっていうのがう新聞とかテレビとか出た時にもすごい聞かれて、うん、何度も聞か<ー>何度も聞かれてるんですよね。そうですよね。多分そうなんですよで、ね、<laughs> <う>あれと思って結局そのね取り上げる側からするとね例えば ちっちゃい頃からコスプレやっててみたいなのとか,んなんか、ね、例えばなんかパートナーを女、ね、装させたらすごい楽しくてみたいな明確な理由みたいなのも欲しいんでしょうけど今までこうバクとしたプロフィールでちょっと頼まれた流れでやって始まっちゃったから。 最初でそうだったと思ったんですけどでもよく思い出したら最初断ってたりしたんですよね。何回もその自分でせずにそういう人探してあげるねみたいなので道具ももらったりもしたんですけどあの違うお店に寄付したりとかしててあれいつから仕事したかとか <laughs> で思い出しました。であのあこここのの人に出会っってうういうことがあったのだとか それもね思い出したのですごい良かったとど、整いましたね。<laughs> なるほどね。そしたらですもんね、まあ、それこそ結構メディアにも取り上げる <laughs> られる機会も多いでしょうけども、聞かれても困らなくてすみます、ね、そうそうなんですよ。全部あれを元にすれば大丈夫になったので。ね、でも、なんだったらプロフィール渡して、いね、はい、これみたいなね。そうそうそうなんですよね。出せるのでで今までちょっと、ね、もやっととねしてたので。 自分ででもそれがねすすごい良かったです、ね、あとあれですねあの宿題としてやっていただいたあの仕事紹介動画も,もうそのまま公開にして。あれ,かったあれもすごいよくちょうどお店もあれ YouTube にまたあげたんですけど、はい、あので YouTube もそれ整ってきて。 YouTube のバナー、バナーでしたっけ、<laughs> トップの、画像とか何にもなかったのも動かしたので、<laughs> お客さんもそう、そうなんですよ。で、ちょうど何あげようかなっていう時にあに、メニュー紹介の動画とか、ね、あのままあげれるところまで完成できたので、であの流れで、今後やっていこうっていうので、お客さんもやっぱり YouTube 見てるみたいで、最近言われ、<laughs> ちょうどね、塾終わりぐらいにね、ポツポツと。 YouTube 来てきたんですっていう方がいたのであこれは動かさなきゃいけないなっていう。なるほどね、うん。だから力の入れどころがわかりやすくなりましたよね。確かにその、うん、ね、YouTube やらねばならないっていう世間の雰囲気的なものがあっても、どこまでそのね私の仕事の立場でどこまでやるのっていうのはわかんないです年ぐらい。 あ更新してななかかったんでですよ2年ぐらい youtube で今回ちょっといじったりしてでちょうどねあの登録も100人ちょうどこの塾の間にあ、ね、それもあのかさこさんの,あの投稿とかを見てで自分で見たら90何人だったからうん、うん、あの縄跳びのあのぼえっと登録者数募集してますっていうのを見てあじゃあ私も募集しようと思って、うんうん、同じやり方で,でまた あの凍結されてたツイッターにそれを書いて多分ねそこでねあの結構登録してくださった人がいると思いますだから何気にそういうお願い発信って大事だったりするんですよね、うん、そうそうなんですでツイッターからのお客さんが今月3人ぐらい見えてて<ー>あれ多分ねツイッター動かしたからと思うんですよあじゃあそれまであんまり動かしてなかったんです、うん もうあの1か月一1回ぐらいあなるほどねうん思い出したらっていう感じだったんですけど最近ちょっと交流も出てきてあの昔来てたお客さんとかもう来てくれたので多分絶対これツイッターだなと思って <laughs> じゃあまあ、はいまあ、ツイッターにしろ YouTube にしろ、まあ、アカウントはあったけど結構ちょっと放置気味だったのが。 そうあのしなきゃいけないと思ってたけど<あ>運用までできてなかったまあそれがちょっと塾をきっかけに、うん、あこうやっていればいいんだなみたいなのはんとなく分かってそうなんですよこの2ヶ月でか発信はねあんまりできなかったんですよ塾の間投稿っていうか。うんうん、だけどあちょっとそれ頑張るよりもそのプロフィールとかどこに力入れるかとかちゃんと動かせる土台を作る。 ことをやろうと思って、それができたので。よかったですね。どこの二ヶ月。終わってみてどうですか。<laughs> いや、よかった、充実してましたね。ちょうど、しかも、あの。安心だったのが、あの動画だったですよね。こう講義が。はい、だったので、ちょうどコロナですごい流行ってたじゃないですか。はい、で、万が一講師が。 コロナにななっっってても大丈夫だなっていうののがあったのであ確かにね。そ,うそれであやっぱりちょっとすごいなと思ってこの機会にこれこれオンラインの講座いいなと思って安心できたしでちょうどまたその2月暇だったんですお店が。であのその機会にグッとできたので,よかったです、ね、確かにそのまあリアルの講座でね講師が病気になっちゃったら、うん、この時期はね。 あとまあオンラインでもねあの講義データになってるので、まあ、僕が倒れていようが何しようがもう講義のデータがあるこれあのね何外に出れないとか講師の先生が出れなくても大丈夫だなと思って <laughs> これ安心な講座すごい作っていただいてすごい良かったなと思って<や>タイミングもばっちりと思って。 何回も見たんですよ、ね、講義、わからないやつとか。<あ>あの繰り返して、うん、それもよかった結局あの、まあ、オンラインでもどうしてもライブで聞かなくちゃいけないやつって、うん、なかなかこう、まあ、くれるところはあるのかもしれないですけど、くれないいとこ多いですもんねね動画ねそうですね、今回も、ね、講義結構1個の一時間ぐらいある講義もありましたもんね、あれ1時間以上。そそうです、ね、そうでですすねね <laughs> 多かったので、もう一回、あの、半分見て、半分、後半夜とか。は,はい、はい忙しい時は、電車の中、あとフェイスブックでもシェアしていただいてたのであ。はい、あの、動画の、あの、サイトと別でね、はい、フェイスブックでも、あの、チラミができたから。あ電車で移動中とかね。あ、良かったです。そっか、じゃ隙間時間を使すごい良かった。講義データを、まあ。 ね、その何時から何時って決められてるわけじゃないから、うね、もう上がっているものを自分のちょっと隙間時間に10分だけでも見たそうなんですよ最初はあの時間を取って夜勉強して、何日勉強してって思ってたんですけど、忙しい時に見れない時があって、あ,あでもフェイスブックで見れるなと。で、しかもあのミュートにして電車で見ると、字幕出るんですよね、今、講義の。ああのー、最近ですか、分かんないんですけど。あれは フェイスブックだかからですか、うん、下に全部字幕が出てあこれもっと早くしておけばよかったと思ってだから移動中あれ良かったんですよ。YouTube だと出るじゃないですか英語とかねああいう感じで多分ミュートにして電車に乗ってフェイスブック見ると出るのかな,なるほどねすごい良かったんですよ。 これ,これいいわと思って。なるほどね,そうだね。それで勉強になって、で、またあの分からないとか後で見てみたい。なるほど。すごいよかった。オンラインの講義、こんな、こすごい良かったですね、今回。うん,うん。すごい分かりやすかったし、濃かったし、やることいっぱいでしたけど。かさこさんは怖くなかったですか 怖くなかったですね。あ、そうですね。あのガッツリお話あのあの面談とかねさせていただくの初めてでしたけど怖くなかったですね。あの、あ宿題はね<も><え>はい。でもそうですよね。ねあの。ねほぼまあ、ちょこっとリアルでお会いしたことありますけどしっかりズームでねこう時間を取って一対一で話すというのは今までなかったですもんね。怖くないです。 でもあのしっかり言っていただいたのでそれはすごい良かったかな結構あのもやっとしてない感じの,あのアドバイスだったので良かったです。もやっとしたアドバイスじゃなくてはっきりしたアドバイスそう,そうそうそう,そうちゃんとあのじゃあどうすればいいのっていうのが分かったのでダメだよとかだけじゃなくてうん、うん、こういうふうに考えたらとかうん、うん、こういう側面でどうですかみたいなのがあったので。 すごい、その辺も良かったです。それも多分ね、進,み進んだり、自分で考えることができたので、良かったかなーって言ってんですね、うん、怖くないですね、怖く、<laughs> 結構しつこくたくさん質問したかなと思ったんですけど、それに <laughs> 答えていただいたので、それもすごいなと思って、なんか、そうですね、結構、あの、何度もやり取りしましたもんね、メールでもね。はい なんかあの編集長でだから塾長か編集長かすぐ返事が来たりするから <laughs> すぐねあの添削とかお世話になりましたいやいやすごいと思って<や>頑張ってこっちもまた出してみたいな <laughs> <laughs> やっぱでも締め切りがあるのも良かったですねああなるほどね、うん、そのの中であの お客さんに見られてもいいぐらいのものを出そうっていうのがやっぱりあったから完璧までじゃなくてもあのクオリティの高いものっていうか、まあ、多分で、ね、一人だったらねあのダメですね終わらないと思いますね。一人だとと確かかにに後回しになったりどこまでやって でどこまでやらなくていいかの見切りがつけにくいかもしれないですよね。ですねまあ,あの熟成の方によってはねど,どれあのピックアップしてやってる方もいると思うのでわ <laughs> からないですけど私はあの一旦この,この宿題ちょっと難しいなと思ったやつはちょっと飛ばして先見て <laughs> であの煮詰まっちゃったやつはでまた戻ってからやったりしましあの 講義データだから、そういうこともできますよね。そう、あ、そうですね。ね、飛ばしちゃうってこともできますね。まず、次行こうと、思って次の宿題を、うんうん、あの気分転換というか。<laughs> <laughs> ですね。うん、はい。そんな感じでやっていきましたね。ありがとうございます。はい。いやあと、なんか、言っとくことありますか塾の感想とかで。塾の感想。はい。あ、あのねお、あのねっていうか。 私はもうあの仕事ある程度しててでその仕事の延長みたいなのであの受けたんですけどあの仕事まだしてない人もいいなと思いました。あなるほどね。うん、うん。もうあの全然起業とか起業してない人もいいかなと思うし起業したい人もいいしまだやってない人、うん、もう知っといた方がいいんじゃないかなっていう内容ですよね。うんうんうん うん、どうせやらなきゃいけないっていうか、考えなきゃいけないことが、だからいろんな仕事に応用が効くっていうか。うん、うん、あと、熟生の他の方のあのメンバーも良かったです。私はうん,うん、参考になる方がすごい多かったので、なるほどね。その点でもすごい良かったですね。ね企業塾の中では、あのすごいバラエティに富んだ仕事されている方も多いし。うん その面でもすごい参考になったのでそれは良かったですねこれでも藤田さんを起業してかなり長いですよ10年ぐらいでそうですね10年以上経ちますねなるほどねでも10年ぐらいでもやっぱりね、なんかネットの見直しみたいなのはやっぱ必要っていうところもやっぱりあるんで,ですね やっぱり新しいことを笠子さんがされているので、新しいっていうか、あの今,今動いている SNS とかを活用しているので、やっぱりそれがよく、私もやっぱ古い部分があったので、それをちょっと変えていけたので、やっぱり使っている人に聞くのがいいなと思いましたね。うん となんか塾の感想とかであ、まあ、こんな人に受けたらいいとかって何かこれから起業する、一人でやってる人はやった方がいいかも一、はい、人で私も最初一人で、はい、あの仕事したいなと思って、うん、で自分で、まあ、あのパソコンで、まあ、いろいろググりながらホームページ作ったりしたんですけどで、まあ、そういうと結構。 多いと思うのでうん、うん、完全にねあの周りに誰もそういうのがいなくてっていう人はやったら方がいいんじゃないかな本とか読むよりはや早いんじゃないかなと思うんですね1人でやる人は、うんうん、そういうあなんか仕事をするしていくのに何が必要とか、まあ、心構えとかそこからやってたので。 心強いんですよね企業の本とか、ね読,ま、読んでやる人がやっぱり多いのかなと思うんですけどその次のステップぐらいで1人でやる人はちょっと聞いていいなと思いました。聞きたかったな、うん、みたいな感じですよね。<laughs> 確かに、ね、起業して自分で失敗とかなんかあこんなの知らなかったみたいなことをしていきながらまあ覚えてくんでしょうけど。うんうん そこのロスは省けるかもしれないですね,そうですね結,結構の些細なことがね聞けないっていうか聞く期間がないんですよねそういう機会が、うん、本当にあのしょうもないことも聞いたりしたので <laughs>、うん、何でもいいよって言われたので何でも聞いたんですけどそ,それはね本とかに載ってないと思うんですよ。確かに確かに、うん。タイムスケジュールとかにしてもなんか、うん、きちっとして載ってるけど <laughs> もっとね楽な楽な。<laughs> 楽な <laughs> ね、あの一言で返してもらえるような質問とかはやっぱり身近に起業家とかいないと聞けないと、ね、思うので一人の人はいる人は、ね、ちょっと聞くじゃないですか <laughs> どうしてるのとか <laughs> なな何ツイッター使ってるのとか聞くけど一 <laughs> 人だとやっぱ聞けないからあなたはいらないよとかあるじゃないですか私もあのかこれは、ね、こっちの方が、ね、重点的にとかあったので一 <laughs> 人でやってる人はちょっと分かんない。 と思うので、こういうのを受けた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん、それがちょっと受けた方がいい人かな。あとああとねもう一つフリーランスの人ですね。うん、フリーランサーの人は受けた方がいいです。これは確実に確実にというか <laughs>、うんやっぱフリーランスやられてるので、ましたあの受けるとすごいいいと思います。 イラストレーターさんとかなんか一人でやってるでフリーランスで自分の名前でやってお仕事してる人は受けた方がいいと思います。ありがとうございます。はい、そんな感想を持ちました。ありがとうございます。<laughs> 最後にぜひ宣伝を <laughs> あそうですね あの名古屋と大阪でですね、私、コスプレとあの女装の変身体験ができるサロンをしております。駅,駅近でオフィス街で、誰でも普通の会社員の人がたくさんいらしておりますので、ちょっと興味がある方は、ぜひいらしてください。待ってますありがとうございましたこの度ありがとうございましたありがとうございました。はい はい、またあのこの成果というか出てくると思いますので報告させていただけたらと思います。ね、ぜひ報告していただければシェアなりね、はい、なんなりしますので。はい。はい、ではでは今日はありがとうございました。はい。2ヶ月間ありがとうございました。